ポリンの戦いは、7年戦争において1757年6月18日に起こった海戦である。この戦いでオーストリアはプロイセンに対して初めて勝利を収め、これ以降プロイセンは主勢に回ることになる。プラハの戦いでオーストリア軍を破り、プラハを包囲していたプロイセン軍だったが、ダウン率いる援軍が着陣したため、フリードリヒ大王は軍の一部を割いて、 これを牽制した。ダウンは一度後退したものの、増援を得て、総勢5万の兵力をまとめると再びプラハに接近する。フリードリ・ヒ大王は、プラハ包囲を貫徹させるため、これを阻止すべく3万2000の兵で決戦を求めた。6月18日、プラハ東方、コリン郊外の丘の上に陣を敷くオーストリア軍に、フリードリ・ヒ大王は、側面攻撃をかけた。 しかし、ダウンの反撃にあって、プロイセン軍は大きな損害を出して敗退した。フリードリ・ヒ大王は、プラハ攻略を諦めて、ボヘミアから撤退、逆に、オーストリアが攻勢に出た。この戦いの功績により、ダウンは、マリア・テレジア軍事勲章を授与されたが、その際には、マリア・テレジアの議定であるカールに先に、その名誉を与える配慮がなされた。 ありがとうございます。